えば、時間で再生スタートする機能はつけないの。ん？急にどうしたの？このところ忙しくて、気づいたら日付変わってたの。なるほど。何にせよ、フレックに自動再生する機能はつけないよ。初代の頃からずっと要望はつけるよね。初代からずっとつけないって返答と、タスカーとかの自動カープリでやる方法を回答してるよ。ややこしそう。機能につけるのは大変ってこと？大変だし、つけない理由は他にもあるけど、自動カープリからフレッツ2の再生はできるから、今回はその方法を見ていこうか。自動カープリならどれでもいいの？とりあえずは元祖のタスカーで基本的な設定の流れを紹介します。他でも動くの？別のも試して動いたけどタスカーでやるよ。タスカー試したい人はタスカートライアルでググってください。あ、どっちにしてもよそ様のアプリだから、なんか変わった時とかこっちで動作保証はできないので、そこはご了承ください。うん、何でもいいから時間で勝手に再生するようにして。まず最初に大事な設定として、自動で再生するときにはロック画面が出ないようにしておいてください。ん？どういうこと？例えば寝てる間にやっておいてほしいときとか、当然スマホも寝てるよね。あ、そっか、時間が来てもロック画面だったら再生以前の問題なんだ。なので Android の設定でセキュリティからロック画面に関する設定をしておいてください。家だとロック画面にしない設定はスマートロックで設定できるよ。機種によって違うこともあるので、なかったらとりあえずロック画面なしの設定で今回の例を試してみてください。で、自動化アプリの設定は、まずは最初のプロファイル画面で右下のプラスボタンを押して時刻を選択。再生スタートする時間を決めるけど、何これ？開始と終了に同じ時間を指定すると、毎日その時刻にスタートするよ。1日に何回か再生するなら繰り返しに間隔、終了にやめる時間を指定してね。指定して戻ると何を実行するかを聞かれるので、新しいタスクを選択。名前を入力すると進むよ。タスク編集では画面をオンにしてアプリ起動してフレッツ2の再生をするように指定します。右下のプラスを押して、あとは順番に登録していくだけ？そうだね。機種やテーマによってはタイル表示のこともあるから、名前やアイコンで選んでください。キーワード、オフと画面点灯で Android の画面を起こして、アプリ起動で操作するアプリを起動した後、待機でアプリの起動を待って、ショートカットでフレッツ2の再生スタート。あれ、ショートカットってこういうのだっけ？フレッツ2をアンロックしてればタスカープラグインが使えるけど、アンロックしてなくてもショートカットから呼ぶことはできます。なんか追加機能とかあるんじゃなかったっけ？プラグインを使うとタスカーの変数を受け取って再生するとか、あとはフレッツ2の再生完了をタスカーが受け取って次のタスクを始められるとかできます。じゃあいいや。で、出来上がったらその場でテストしてアプリ起動と再生がされるかチェックしてください。タスカーなら左下に再生ボタンがあるね。問題なければ戻って、あとはプロファイルの時刻を1分ごとかにして実際に画面オフから動くかを確認してください。あとはうまく動かなかった時のトラブルシューティングです。アラームアイコンがずっと表示される。自動化アプリが時間で稼働するのにアラームを使っています。異常ではないです。 Android 13以降でフレッツ2の再生が始まらない。自動化アプリのアプリ情報で他のアプリの上に重ねて表示をオンにしてください。 Android 12以降で自動で動かない。時間が認識されない。自動化アプリのアプリ情報でアラームとリマインダーをオンにしてください。再生ボタンからは動くのに自動ではさっぱり動かない。作成したプロファイルがオンになっているか、自動化アプリが動作中かをそれぞれ確認してください。タスカーが動作していない場合はメニューでタスカーを有効にするを選択してください。自動で起動されたアプリが途中起動する。アプリ起動のオプションを変更してみるか。自動で再生するフレック2の操作にアプリを終了する操作
を追加してください。その他他にもあるかもしれないけど、よそ様のアプリはサポートできないので、あとはくくってください。こんなとこかな。ところで昔自動化やってなかったっけ。初のアプリは自動化の基礎に作ったんだけど、拡張版を作ってるうちに何もかも制限され始めて。あ、はいはい。じゃあ今回はこの辺で。